地味キャラ劇場飛んでけクレーン兵団。訓練兵団とは、巨人の侵攻を食い止めるべく志願した少年少女たちが戦う術を身につける学校のようなものである。おい貴様、はっ、貴様は何者だ。志願しなく出身、アルミン・アルレルトです。ついに俺の訓練兵デビューの日がやってきたぜ。ここは一つかっこよく決めて、他の奴らとは違ったところを見せつけてやるぜ。趣味は読書です。もしかして趣味とかも言った方がいいのか。参ったな、趣味とか特にねえぞ。巨人を駆逐することですとかか。いや、大きく出過ぎかな。貴様は何者だ。ミカサ・アッカーマンです。見慣れない顔立ちだな。この辺の出身じゃねえのか。特技は肉を削ぐことです。肉を、グツグツ、肉料理が得意ってことか。グツグツ、家庭的だな。四列目後ろを向け。サラサラ、あ、綺麗だ。いい。次、貴様は何者だ。トロストク出身、ジャン・キルシュタインです。趣味は黒髪ロングストレートです。知ら、グーグーグッ、グワッ、よそ見をするな。次は俺の番だな。エレン・イエーガーです。将来は調査兵団に入って巨人を駆逐するのが夢。エレン・イエーガーです。将来は調査兵団に入って巨人を駆逐するのが夢。待ってください、俺の番は。もう罵倒するセリフが思いつかん。そんな練習してたのに。お前何笑ってんだよ。悪いな、俺は正直者なんでね。お前こそ頭突き食らってたくせに。誰が口を開いていいと言った。お前らのようなやつは真っ先に巨人の餌だ。何なんだ、巨人に食われちまったってのか。せっかく訓練兵デビューしようと楽しみにしてたのによ。うるせえ、お前が絡んでくるから逃げ遅れたじゃねえか。はあ、人のせいにすんなよ。ちょっと、僕まで飛ばってるじゃないか。飛ばってるでもないよ。訓練兵団とは、巨人の侵攻を食い止めるべく志願した少年少女たちが戦う術を身につける学校のようなものである。ガラ、おはよう。あれ、ミカサ髪切ったんだ。ええ。なんだと。俺が昨日あんなこと言ったせいか。黒髪ロングストレートです。そっちの方がいいと思うぜ。そう、あいつめ、ミカサにいい顔しやがって。カン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 、今日は掃除当番の班を決めてもらう。3人1組、男女混合で班を作れ。これはチャンスだぜ。なあ、あんた、俺とクマ、な、あ、悪いな、ここはもういっぱいなんだ。他当たってくれ。ジャン、もしかして余っちゃったの？くっさ。ねえ、誰かジャンを入れてあげてよ。構わねえよ、お掃除なんかやってらんねえからな。ガラ、チラ、ジクショー。さっきはカッコ悪いところ見せちまった。今日の訓練もうまくいかなかった。
こんなんじゃ奴らを根絶やしにすることなんか。仕方ないよ、とりあえず食べないと。そうだ、あいつらの前でいいとこ見せれば。よう、エレン、俺が立体軌道のコツ教えてやろうか。本当か、頼む。よし、よく見てろよ。でや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 。どうだ。それ立体軌道と関係ないじゃないか。ぐさ、ぐさぐさ。お前、俺をからかいに来ただけなのか。もういい、行こうエレン。ああ、待ってくれミカサ。どうしてこうなっちまうんだ。こんなことなら巨人にでも食われちまった方が。うる、ああ、ジャン、お前が変なこと言うから巨人に食われちまったじゃねえか。なんだと、俺のせいだって言うのか。そう聞こえなかったか。エレン、喧嘩はやめて。喧嘩なんかしてねえよ。見せつけてんの、羨ましい。話せよ、破けちゃうだろ。チミキャラ劇場、飛んでけ訓練兵団。エレン、梶裕貴。ミカサ、石川結衣。アルミン、井上麻里奈。ジャン、谷山紀章。キース、最上嗣男。以上の皆さんでお送りしました。